はいと皆さんお疲れちゃんでございます。ラバルルでございます。ということで本日もですねアメリカントラックシミュレーターのラバちゃんおすすめモッドをご紹介していきたいと思います。まあ、前回に引き続きなんですけどもトラックモッドをご紹介していきたいと思います。本日ご紹介いたしますのはこちらケンワースのロゴが出ておりますけどもケンワースのですね K100E というオールドトラックご紹介していきたいと思います。前回に引き続きなんですけどもねあのフロントが出ていないタイプのものとなっております。フロントライナーね前回ご紹介しましたけども似たような形でで前回ねフロントライナーの FLB のモッドだと思ってたこちらのカラーがね、まあ、ケンワースの K100 だったんですよね。はい、なので早速なんですけども使ってみました。はい、もうステッカーとかね貼ってあったりしてめちゃめちゃかっこいいんですよ。このアトラスって書いてあるねスキンなんですけどもバンラインズかっこいいということで、まあ、早速なんですけども導入方法ですねご紹介していつものようにですねインプレッション走行をやっていきたいと思います。ではでは早速。はい、ということでまたですね概要欄の方にリンク貼っておきますので踏んでいただけたらなと思います。皆さん大好きワークショップでございますね。はい、最近私ワークショップばっかりご紹介してますけどもワークショップやっぱ簡単なんですよね。はい、素晴らしいアメリカントラックシミュレーターのワークショップですね。ケンワースの K100E ということで出てきますね。はい、素晴らしいめちゃめちゃ素晴らしい。ここら辺の写真実写に見えますねこれとか素晴らしいケンワーストラックということで、オーサーの方はですね、ミスターオーバーフローターさんっていう方ですね。すげえなんか宇宙船みたいなアイコンですね。かっけということで、まあ、こちらサブスクボタンありますのでクリックしていただいて下の解説ですね読んでいただけたらなと思います。 1.44 で止まってるっぽいんですけども 1.48 で私今動作確認取れておりますので大丈夫だと思います。はい、ということでモッドマネージャーの方にやってまいりました。こちらですねケンワースの K100 というところでこちらクリックして、矢印で入れちゃってください。でペイントジョブなんですけども私使ってるのがこちらのアトラスバンラインってやつですね。はい、こちらの方をK100E で検索するとすぐ出てくると思います。ケンワースで、はい、こちら私使っておりますんでアトラスのやつ気になる方はですね検索してワークショップで手に入れてください。で車両モッドとなっておりますので入れたら一番下っすね。はい、ケンワースの K100E で上に、フロイトライナーのこの間のですね FLB 私入れております。はい、でそうしましたら変更確認ですね。とそうしましたらですねトラックディーラーの方に行きます。で、モッドディーラーですのでモッドディーラー行ってケンワースですね。今回はこちらの方クリックするといやー出てくるんですよ。でこれすごいのがこれスタンダードノーマルなんですけど、ビットって多分ヴィンテージのことだと思うんですけどヴィンテージのタイプとカスタムされてるんですよねこれスタンダードから。でこれを選ぶと私これ選んだんですけど個性カスタマイズするときに全部これスタンダードから変えられるんですよ結局のところ言うとね。でこれ選ぶとほぼほぼですねカスタムされた状態でいけるんですよ。外装アクセサリーとかで何て言うんでしょうこういうところ選ばれてるんですよ。で上もなんですけどこことか全部チョイスされてる状態でスタートできるんですよ。どれだっけ、そうこれとかディフィーザーとかこれこういうのかっこよくない、これすごいよね。これで選べちゃうっていうのがまたすごい。バンパーとかもねもうカスタムされた状態なんですよ。まあ変えられるんですけどねこうやっていろいろできるんで好きな感じでやっていただけたらなと思います。俺これにしたのかな、やっぱスクエアなんでかっこいい。こことかもね、はい、もう選ばれてるんですよ。でこんな感じでケンワース俺選んだのこれね、はい、こうやって選べちゃうんですよ。こんな感じでかっこいいでしょでカラーも結構ねデフォであるんですよこれ今デフォね。
で、このここに載ってるサムネっぽいのと色がなぜか違うんですけど、ただカスタムができるんで、例えばこうやったりしてカスタムができるので、これでやっていけばいいのかなと。ここで全部選べるんで、はい、やっていただけるといいのかなと。で、俺のやつはこれ、あのモッド入れたやつ、アトラスのやつね。はい、ブラックとかもかっこいいっすよね。かっこいいんですよ、ほら。ブラックでも単色結構かっこいいよね。いやー、かっこいい。いや、意外にね、このデフォのカラーいけてるんすよね、これとか。かっこよくない？普通に。あ、これもかっこいい。やっぱ暗めの色かっこいいよね。あ、これもかっこいい。これかっこいいっすね。いいなぁ。これもかっこいい。ね。まあこれデフォなんで、バニラで、あ、バニラっていうか、もともと備え使ってるカラーなんで、はい。で、内装もですね、結構選べるんですよ。あの、ハンドルも選べる。まあシルズのやつも選べるんで、シルズの方が径が小さいんで、邪魔にならないのかなみたいな感じですね。で、インパネもね、だいぶ選べるんですよ、こんな感じで。すごいっしょ、これ。これはほんとすげえと思う。で、室内がまたこれすごいんですよ。こんな感じで選べちゃう。俺がちょっと明るい色にしたけど、デフォが結構こう暗めのやつね。で、ピンクとかもあるんですよ、これ。女子はね、こんな感じで選ぶのもありだと思います。グレーもね、グレーちょっと目が痛くなるね。緑、いや、かっこいいよね。ブルー、赤すげえ、なんかちょっといやらしい感じだねで、これでまあインパネと合わせてって感じですね。はい、まあ、あ、黒かっこいいね。まあ俺ちょっとこの明るめにしましたけどね。はい、で、室内も結構置けるんすよ。この猫ちゃんも置けるし。で、パッセンジャー、皆さん気になるパッセンジャーがシルズのみの対応となってるので、このギャルとかこんな感じで置けるようになってます。はい、あの動くお姉ちゃんとかは置けない。まあシルズのみあれなんでしょうね、対応したんでしょうね。あとワンちゃんが置けるのかな。動かない方のワンちゃんですね、これね。はい、こんな感じで置けるということになっております。で、まあ好きなようにカスタムしていただいて、確定をして、このまま新規購入していただきますと、このような感じで乗った状態になれるということになっております。いや、かっこいい契約マジかっこいい。やばくないこれ。このあれですね、視点はもうほぼ実写じゃないこれね。まあ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 、室内もこんな感じで、はい、猫ちゃんとワンちゃんがちょっとね、後ろにいるんですけど、ワンちゃん、シベリアンハスキーとね、はい、猫ちゃん、かわいいで、ちょっとエンジンつけてみます。ナビがね、あの真ん中の方に来るような感じなんで、まあ運転してる最中にちょっといい感じに見えれるという感じですかね。はい、これでじゃあちょっと運転してってみましょうか。さて、ですね、どっから出てくんだこれは。こっからか。よいしょ。いや、いいっすね。あ、右側通行か。よし、エンジン音が結構静かっすね。まあでも FFB も全く違和感なくって感じ。めちゃめちゃいい感じでございます。はい、ちょっと右折してみましょうか。はい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 。
じゃあちょっとスピード出してっちゃいますよ。まあ今スピード出してますけども、フラフラすることもなく、あのハンドルこうやってちょっと左右にスラロームしてますけども、全然何の問題もなくって感じ。今もう100キロ出てますけど全然大丈夫ですね。あ、今ニュートラルか、9速までですね。これあのこれ選べるんで、はい、まあ素晴らしい、かなり素晴らしいでございます。でライトもちゃんとつきますね。はい、あウィンカーがあれか、あ出てんのか、ハンドルで隠れてるだけっすね。はい、今左出してますけども、左ちゃんと点灯してますね。はい、まあ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 素晴らしいのではないかな、これは。うん、かっこいい、かなりかっこいいですね。はい、やっぱあれですね、ルーフ視点いいですね、かっこいい。あーかっこいいいいですね。いや素晴らしいんじゃないかなこれは。はい、ということでちょっとまあ走ってみましたけども、だいぶ FFB もですね綺麗にかかってて良き良きだと思います。めっちゃかっこいいね本当。いや FLB もかっこよかったけど K100 いいっすね。ちょっとこれ使っていきますしばらく。はい、でアメトラの方もですね、マップマップモッドが結構ですね、新しいの出ておりますので、そちらの方も使いながらですねやっていこうかなと思っておりますので、皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。ということで本日はですね、ケンワースの K100E の方をご紹介いたしました。参考になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで、まあ、次もねアメトラやっていきたいと思いますので、そちらの方の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛しちゃおうぜ。